建造時点から不可思議な事故にあった U65。 大量に建造されたドイツ軍の U ボートの中でも特に呪われた運命につきまとわれたのが U65 です。 U65 は1916年ドイツ本国ではなくベルギーのブルージュ造船所で建造されました。不気味な話はこの U65 と命名さえされていない建造時点から発生しました。なんと建造中の不慮の事故で造船所の作業員5名の命が奪われたのです。まず U65 に取り付けようと鋼鉄の大張りをクレーンで運搬していたところ誤って落下させてしまいました。ちょうどその下には2人の作業員が雑談をしており、大張りはその2人を直撃したのでした。1人は即死でしたが、もう1人は両足が大張りの下敷きとなったもののまだ生存していました。大張りを取り除こうとクレーンを操作しましたが、滑車が破損しておりすぐに取り除くことができませんでした。結局取り除くまでに1時間もかかってしまい、この作業員も助かりませんでした。この事故により大張りの下敷きとなった2人の作業員が死亡しました。不幸はさらに続きます。クレーンの事故から半月ほど経ったある日、浸水式を間近に控えた U65 では搭載しているディーゼルエンジンの最終点検が行われていました。3人の作業員が機関室に入り作業を行っていたところ、機関室から助けを呼ぶ声が聞こえてきました。なんと機関室の水密扉が開かなくなり、機関室に閉じ込められてしまったのです。ちょうどこの時機関室から有毒ガスが発生していました。周囲の作業員たちが必死に水密扉を開けようとしたのですが、なかなか開くことができません。作業をしている間、どんどん声が小さくなっていきました。そして水密扉をなんとか開放できた時には、すでに3人の作業員は漏れ出した有毒ガスを吸い込んだことによる中毒症状で帰らぬ人となっていました。格子でも犠牲者が。なんとか完成にこぎつけた U65 は格子が行われました。艦長の命令で先行試験を行うべく、ハッチが閉鎖しているかどうかの確認に1人の水兵が甲板を歩いてハッチを点検していきました。ところがその水兵は何かに見入られたようにそのまま甲板の端に至っても歩き続け、海中に飛び込んでしまいました。必死の捜索が行われたものの死体は上がりませんでした。魚雷の暴発事故と艦内をさまよう幽霊。格子をクリアした U65 は実戦配備を受け初のパトロールに向かいました。初の任務は無事に終わり、ブルージュの港に寄港しました。 U65 は食料、燃料、弾薬を再搭載し出港しようとした矢先、またしても事故が起こります。運搬中の魚雷が爆発したのです。この爆発事故により U65 の艦内や甲板上で黒いやつ、シュバルチェというニックネームを付けられていた2等航海士フリヒターをはじめとして5人の乗員が死亡しました。損傷を受けた U65 は葬儀の後ドックで修理を受けることになりましたが、芸を担ぐのは世界の船乗りの佐賀。建造時から死亡事故を繰り返す U65 をいつしか呪われた船と思うようになりました。それを裏付けるような不可解な事件が起こります。遅れましたが U65 は排水量510トン、速力13ノットの当時としては中型に分類される潜水艦でした。この潜水艦の定員は31名です。先の爆発事故で5名を失っていましたが、新たに5名の補充を受けていましたので乗員数は31を保っていました。出港のために乗艦する乗員の数を艦長が確認します。すると32名、最後の1名はなんと艦長にも見覚えのある男、紛れもない黒いやつ、シュバルツェでした。それからというもの、艦内をさまよう黒いやつ、シュバルツェの幽霊が目撃されるようになりました。修理を終え U65 は再び実戦に復帰することになりましたが、黒いやつ、シュバルツェの幽霊の目撃談は途絶えることはありませんでした。1918年1月21日にはバッテリーの充電のために浮上航行中の U65 の艦橋に立っている黒いやつ、シュバルツェの姿が目撃されました。艦橋で見張りにつくよう命じられたのは3人でしたが、実際に艦橋に上がってみると4人いる。そこで見張りの1人が推下しますと、振り向いた男は黒いやつ、シュバルツェでした。
3人の見張りの悲鳴を聞いた艦長が急いで艦橋に上がると、艦長に向かって黒いやつシュバルツが近づき、直前でふっと消えたそうです。その他にも甲板上を行き来する姿を見た航海士もおり、艦内の乗員たちを凍りつかせました。そして徐々に乗員たちの精神をも蝕んでいきました。またある時には艦長が甲板上に座り込んで怯えきっている姿が目撃され、艦長自身は認めませんでしたが、水兵たちは艦長も幽霊を見たのだと噂をしました。そして艦長はこの艦は悪霊に取り憑かれていると航海士に語りましたが、この時すでに艦長の精神も病んでいたようです。艦長の死と続く事故。幽霊の目撃談は続くものの、 U65 は命じられた任務に当たり続けます。連合軍の艦船を撃沈するなど戦果を上げつつ、再びブルージュコブに帰還しました。 U65 はここで整備と点検、補給を受ける予定でした。その時敵機の襲来を受け、ドイツ軍は対空戦闘を開始しました。その最中 U65 の艦長に飛来してきた高射砲の砲弾の破片が襲いかかりました。艦長は首をかき切られ、頭を失った艦長の亡骸が乗員の近くに転がりました。あまりにも異常な事故が続いたため、ドイツ海軍当局も無視できなくなりました。そこでルター派の司祭を呼んで悪魔払いを行った上で、呪いに怯える乗員のほとんどを入れ替えるなどの手を打ちました。悪魔払いの儀式を受け、新しい艦長、ほとんど刷新された新しい乗員を得た U65 は再び出撃しましたが、黒いやつシュバルツの幽霊はこの後も嘲笑うように出没を続けました。そして以前と同じく呪われた事故が起こり続けました。出航から2日目には魚雷の捜査員が気を触れて暴れ出した後、自ら海に身を投げました。機関室ではベテランの機関主任が足を滑らして転倒し、足の骨を骨折しましたし、浮上してイギリス船籍の商船を砲撃している最中、砲手の高波にさらわれて行方不明になりました。 U65 の最後。 U65 は数々の事故を起こしながら再びブルージュコブに帰還しました。整備と補給を受けた U65 は数日後再び出撃を命じられました。1918年7月10日アイルランド西岸を浮上航行していた U65 はアメリカ海軍の潜水艦 AL2 に発見されました。 AL2 は潜望鏡を通して敵潜水艦の艦橋に U65 という艦ナンバーを確認し、魚雷攻撃を仕掛けようとしました。まさにその寸前、 U65 が大爆発を起こし沈没しました。この時目標を標定しようとしていた AL2 のフォスター艦長は腕組みをして U65 の艦橋の前に佇む黒い人影を潜望鏡を通して目撃したそうです。この人影こそ黒いやつシュバルツことエフリヒターではなかったのでしょうか。黒いやつシュバルツはついに U65 を自身が眠る海底へと引きずり込んだのでした。まとめ、今回は U65 にまつわる呪われたストーリーについてお話ししました。よく知られているようにアメリカが第一次世界大戦に参戦するきっかけとなったのは、ドイツ海軍の U ボート U20 がイギリス籍の U 船ルシタニア号を撃沈したことでした。撃沈されたルシタニア号では1198人もの犠牲者を出しましたが、その中に123人のアメリカ人が含まれていました。アメリカ人乗客の被害にアメリカ国民が激高し、アメリカ合衆国がドイツに宣戦布告することになったのです。このように民間人にも多大な被害をもたらし続けてきた U ボートは、歴史を変えてしまうような大きな被害を与えることもしばしばでした。そんな U ボートですから、不気味なストーリーに事欠かないのもめべなるかなですが、今回の U65 ほどの呪われた話はないようです。以後第33潜水艦は日本海軍において純戦没型と呼ばれた量産型潜水艦の一隻です。純戦没型は戦争が起きた時に主力となる新型潜水艦として戦前から計画されていたもので、魚雷17本を搭載することができて、他にも通商破壊性を考慮に入れて14センチ単装砲を装備していました。潜水艦対機関としての能力は持ちませんが、小型化されて量産に適しており、
艦内に航空機を搭載することができます。アメリカ本土を空襲した I-25 戦や空母サラトがを撃破した I-26 戦のように対戦中に活躍した艦も多くありました。 I-33 戦波準戦を津型の14番艦にあたり、1942年6月三菱重工神戸造船所で就役しました。建造したのも三菱重工で、ここにも3という数字が現れています。 I-33 は第6艦隊第1潜水戦隊に編入され、8月15日にはクレを出撃してソロモン方面でも戦闘に加わりました。しかしすぐに魚雷発射艦に不具合を起こし、トラック東白地に入港することになってしまいます。この後に起こる不幸の前兆のように、 I-33 の艦歴は幸先の悪いスタートを切ることになりました。西太平洋のトラック島は強力な航空戦力に守られ、海軍の船舶が多数出入りする日本海軍の一大拠点でした。島の守りは厳重で、海軍艦艇にとっては本土とほとんど変わらない安全な場所でした。しかし I-33 戦にとっては最悪の事故を起こす場所となります。9月16日到着した I-33 は補給を受けた後、修理のために特設工作艦浦上丸に横付けしていました。この時直前に給油を行っていたため、 I-33 の予備浮力が最小の状態になっていました。当時の潜水艦は戦闘時の機動や攻撃力に重点を置いた設計になっていたため、艦の予備浮力が小さくなる傾向にあったのです。発射艦の調査を行うため、作業員が1番のメインバラストタンクに入ってみたところ、中に海水が入り込んでいたため、艦を少し浮上させる必要があると判断しました。メインバラストタンクというのは、潜水艦が潜航浮上を行う際に海水を注入して自らの浮力を制御するためのタンクのことを言います。艦の釣り合いを取るためのツリムタンク内にある水を移動させて艦首を浮かせようとしましたが、効果がなかったため、艦の最後尾になる14番のメインバラストタンクに注水することを決めます。この時艦長や機関長らは打ち合わせのため浦上丸に行っていて、艦を留守にしており、そのためこの判断は艦に残っていた乗員だけで決められました。しかもこの時 I-33 戦では停泊状態のため、甲板のハッチは全て開放された状態でした。午前9時21分ごろ、 I-33 はバラストタンクへの注水を開始します。ところがその途端に後部のベント弁から空気が抜ける音が聞こえ、艦は急傾斜して沈み始めました。開きっぱなしのハッチからも海水が流れ込み、浦上丸とつながれていた係留柵も次々にちぎれていきました。 I-33 は乗員を乗せたままわずか2分足らずで沈没。事故の原因は14番バラストタンクに注水した際、予備浮力が小さかったこともあって、艦が予想に反して急激に沈下してしまったことです。この事故で艦に残っていた乗員33名が死亡。不吉な3のつく潜水艦で33名の命が奪われた事故はとても偶然とは思えず、たちまちこの話は海軍に広まりました。さらに I-33 が沈んだ水深は33メートルだったという話まで語られましたが、実際の深度は36メートルで、これは単に噂に尾ひれがついただけのようです。しかし36も33に近い数字であり、同じ3の倍数。多くの人間は潜水艦乗りにとって3が呪われた数字だと改めて感じたことでしょう。 I-33 戦は12月29日に引き揚げられ、本土に開港されて呉海軍工廠で修理作業が行われることになりました。戦局は徐々に日本の不利に傾き、それとともに潜水艦の損失も増えていました。一刻も早く I-33 を再び戦力として使えるようにすることが求められていたのです。
E33 の工事が完了したのは、事故から1年8ヶ月が経過した1944年5月末のこと。E33は6月1日より第11潜水船隊に編入されることが決まり、訓練のため単独で瀬戸内海西部の伊予灘へと向かいました。ですが6月13日午前8時40分急速潜航の訓練中、またしても不幸に見舞われます。この時艦を潜航させようとした E33 船では、突然右舷機関室の吸気筒から浸水が発生し、艦はたちまちのうちに海底へと沈んでしまいました。事故の原因は吸気筒の弁に異物が挟まっていたためと考えられており、これによって弁が完全に閉じていない状態で潜航が始まってしまったのです。艦内では電灯も消え、呼吸もどんどん苦しくなっていき、このままでは乗員が死ぬのも時間の問題でした。魚雷発射管室や機関室にいた乗員らはすでに閉じ込められていましたが、司令塔にいた艦長以下8名は脱出に成功します。彼らは海を泳いで近くの島を目指しましたが、多くはそのまま消息を絶ち、運よく漁船に救助されたのは3名だけでした。ここでもまた3という数字が登場します。3人のうち1人は後に死亡し、生存者は2名という結果になりました。艦に閉じ込められた乗員のほとんどは窒息し、または自決し、この沈没事故で E33 は102名の死者を出し、今度こそその艦歴に幕を下ろしました。2度にわたって沈没事故を起こした不運やその事故に3という数字が深く関わっていたことなど、いずれも偶然と言ってしまえばそれまでです。しかし当時の人々にとっては、3という数字が持つ不吉なイメージが深く印象をつけられた出来事だったでしょう。そして E33 の不運は戦後まで続いたのです。1953年6月敗戦から立ち直り始めていた日本では、E33の引き上げ作業が行われていました。7月には完全に浮揚が終わり、艦内で事故原因等の調査が始められました。8月12日多くの乗員たちが閉じ込められた全部魚雷発射管室の調査が行われていました。ここではすでに腐敗せずに残っていた乗員13人の遺体も発見されていました。そしてこの日、発射管室で有毒ガスが発生し、内部にいた元海軍技術者ら調査員が死亡する事故が起こります。この時室内で折り重なるように倒れていた犠牲者の数も3人でした。わずか1時間前に他の現場監督らが2人で入った時には何事もなかったのに、この3人の調査中に突然有毒ガスが発生してしまったのです。 E33 を襲った不幸な事故に、最後の最後まで3という数字がつきまとっていました。ただの偶然と言えるものかもしれませんが、その生涯の中で多くの犠牲者を生み出した E33 船は、確かに呪われた潜水艦だったのかもしれません。